シティタワー仙台五郷は仙台市都心部に立つ超高層マンションである。仙台市における都心回帰の流れに対応し、住友不動産が計画、販売をしている。入居時期は、春工2ヶ月後の2008年6月末。JR 仙台病院の跡地、すなわち北を区画街路南47号線、西を東2番町通り、 南横京一丁目一号線、東を東三番町通りで囲まれる外区のうち、その北東の一角において建設された。同じ外区内には仙台中央警察署がある。仙台市の環境アセスメント条例は100メートル以上の建造物に適用されるが、東マンションの高さは99メートルであるためその適用外となっている。それでも、竣工時点では、 都心部で最も高い超高層マンションであった。住友不動産は仙台市内の同社開発のタワーマンションにおのおの愛称をつけているが、外壁の一部が青いシティタワー高等大公園は青のタワー、外壁が白いシティタワー、仙台科京院は花のタワーと呼んでおり、当マンションは外壁の一部が赤いため赤のタワーと呼んでいる。なお、シティタワー仙台は 名称が類似するが、住友不動産の開発ではない。ほか、ありがとうございます。